どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はビーム NG に世界最大級のロードローラーが登場しました。めちゃくちゃでけえぞ。なんとこの下にあるパトカー、これミニチュアじゃなくて、このパトカーが普通の大きさです。それに対してこのロードローラー、でかすぎる。とんでもねえな、これは。ロードローラーはなんかアスファルトをね、滑らかにして、この道路をね、作ったりするための車なんですけど、とんでもねえな、これ。今回はこの車で色々と遊んでみたいと思います。で、そしてちょっとね、細部の方も見ていこうかなと思います。前と後ろにね、ローラーがついてて、そして運転席はどうなってるのかな?おー、すげえ!やっぱ普通の車の運転席とは全然違うね。なんかここにジョイスティックみたいなやつもついてるね。これでなんか色々操作することもできるのかな?すげえ、ここに足を乗せるためのステップがあるけどね。こんな気持ちにビーム NG には登場しません。どんだけでけえんだこれ。普通の車がラジコンにしか見えないんだけどね。まあとてつもなくどでかいロードローラーなので、これでいろいろと潰してみたいと思います。まず最初にこちらにね、いろいろと車を用意してみました。まず最初はこちらのめちゃくちゃちっちゃい車でーす。世界最小の車です。これもちゃんとねエンジンがついてて動きます。でそしてその奥にはスーパーカー、パトカー、そして日本のバス、そして、なんとめちゃくちゃ巨大な連接バスを用意しました。世界一小さい車もちっちゃすぎて見えないぞ、この画面だと。それじゃあ、ここに突っ込ませてみたいと思います。全部ぺちゃんこになるのかな?その前にまずはパトカーをぺちゃんこにしてみたいと思うので、ここにね、パトカー置いておこう。もうすごい、めちゃくちゃ揺れる。めっちゃバランス悪いな。行くぜー!出発ー!進行ー!どうなるのか?おー!うおー!めちゃくちゃ綺麗にぺちゃんこになっちゃったね。あー、なんてことだ。パトカーだというのがわかんないぐらいぺちゃんこになったぞ。次は君だー!どうなるんでしょうかー?世界一小さい車がぺちゃんこになる瞬間です。おー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 おおおお、耐えてる耐えてる耐えてる。嘘だろ。あ、さすがにぺちゃんこになったのか。あー、ぺちゃんこになった。すげえぺちゃんこになってるぞ、綺麗に。さあそしてお次はスーパーカーです。おらら。さあこちらのスーパーカーもぺちゃんこだ。パトカーが押されて綺麗にぺちゃんこになるから。お、よし、いけたー。イエー、ぺちゃんこ。それでもエンジンがまだ動いてるぞ。よし、行くぜー。あー、でもバスがめちゃくちゃ押されてるね。お、マジか。おー、いけた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 。よっしゃー、綺麗にぺちゃんこになりました。すげー、ロードローラー最強すぎる。このバスをここまでぺちゃんこにしたのは初めてだぞ。でね、こちらのバスね、めちゃくちゃ詳しくね、いろいろ動画作ったのでね、見てない方はぜひ見てほしいと思います。そして、お次は赤色のバスなんだけど、おー、こっちは楽勝に破壊できたね。イエーイ、やったぜー。運転席視点もちゃんとできると。ただね、ここら辺のスイッチとかはね、触ることはできないみたいだ。うん、残念だ。で、そして、お、動いてるけど、メーターとか、反映されてないね。うおー、めちゃくちゃ揺れるんだけど、なんだこれ。いやいや、揺れすぎ、揺れすぎ。行くぜー、イエーイ。めちゃくちゃ綺麗に壊れたぞ。そして、突撃。うおー、すんごい綺麗にぺちゃんこになったね。これはやばいって。ロードローラー最強すぎる。前から車がやってきました。パトカーだ。パトカー3台も来たぞ。さあどうなる?みんな止まってるね。めちゃくちゃクラクション鳴らしてるね。さあ、私とやるつもりか。行くぜー。突撃しまーす。イエーイ。わー。ぺちゃんこー。やっほー。僕だけ生き残ってよかった。おー、また車がやってきたね。行きますか。出撃行くぜ。ぺちゃんこにしてみまーす。よし、行け。やったぜ。ぺちゃんこになったかな。完璧すぎ。ホイールまで取れちゃってるよ。もうさらにパトカーの SUV がやってきたんだけど。君、あー、やばい。ロードローラーが下がってしまってる。まずいまずいまずい。行け、前進せよ。行くかな。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。いけー。おー、パトカーがー。SUV のパトカー一気に壊れたぞ。よし、いいぞ。そしてもうめちゃくちゃグラグラ揺れるなこれ。そして今何キロ出てるんだろうね。これ表示が出てないぞ。0キロになってるんだけど、ちゃんとわからないんだけど、20キロぐらい出てんのかな。おー、あったぞあったぞ。ここにピックアップトラックがあるんだけど、おー、しいぞ。さらにこれはすげー、破壊しがいがあるね。いくよー。まずは1台目、2台目、3台目、
よっしゃー、ぺちゃんこにしてやったぜ。おー、突撃に来たね。あーおー、操作がむずい。落ちそう落ちそう、まずいまずいまずい、落ちるぞ落ちる落ちる落ちる、おー、やばい。あー、ロボトローラーが、最強の車が崖から落ちるやばい。うおー、そんなにダメージ食らってないように見えるんだけどこのロードローラー自体は壊れるのかどうか、それもね、後で確かめていこう。さっきは砂漠でロードローラーを走らせてたからね、どれほど大きいかっていうのはあんま実感なかったと思うんだけど、街に入れてみました。もう明らかにおかしいこれだけ異様にでかい。なんと3階建てに相当するね、高さだったよとんでもね、でっけえわこれは。よっしゃー、なんか混んできましたね。これは一体どういうことだ。あー、突っ込んできたー。よっしゃー、行くぜー。みんな、どいてくれー。踏みつぶすぜー。おらららー。おらー。よっしゃー。破壊完了。さあ、さらに、行くぜー。突撃しまーす。おー、来てる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 。よーし、潰していくぜー。やっほー。さあ、そして、お、前にも車がいるじゃないか。どきなさーい。さあ、次は、右に曲がりまーす。全部ぺちゃんこに行っちゃったよ。ただ、全然小回り効かない。これ、小回り効くように見えてね、小回り効かないわ。むずいわ。よし。来た、来た、来た。ここでレースが行われるんだよね。参加してみよう。さあ、盗まれた財宝ということで、町の公園に隠してあった宝物を掘り出したところ、それを見た持ち主が激怒。すでに警察に通報されています。急いでお宝を漁村へ運び、安全な場所に落とそう。よっしゃー、パトカー2台できても無意味だぞ。よーし、行くぜ。よっしゃー、ぺちゃんこにしてやったぜ。さらに前にもいるね。よし、曲がれるか、そこが重要。よしよしよし、いけたいけたいけた。あー、引っかかる。電信柱に引っかかる。でもなんとか乗り越えたぞ。ゲーサイレンだけ破壊したさあ、そして漁村まで結構離れているね。さあ、ここに行くぜー。突破検問とか無意味だからね、全くの無意味。おお、結構意外と逃げ切れるじゃないか。やばい、止まってしまったぞ。まずいまずいまずい。止まるとね、逮捕になっちゃうからね。バック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 パトカーを破壊しちゃって、よし、突撃せよー。よっしゃー、パトカーめっちゃ破壊してるぞ。これは逃げ切れるでしょう。よし、電信柱とかこの街灯がめっちゃ引っかかる。道がマジで狭い。さあ、そしてまた狭くなるぞこれ。でも電信柱とかなくなるからいいね。それはよし、それじゃバックしてと。全然小回り効かない。まずい、止まったらまずいんだ。急げ、踏みつぶせ。よし、やったぞ。パトカーの数少な。絶対止められないでしょ、この少なさだったら。もうこの脅威はパトカーじゃないんだよねこの木にぶつかったりするのがめっちゃ。よし、なんとか抜けたぞ。おー、前から来てる。よっしゃー、踏みつぶしたー。さあ、後ろからも来てるんだけど、後ろにバックしてやるか。行くぜー、バックできる。ほらー、バックだー、この野郎。よし、やったぞ楽勝だなこれ。絶対止められないわ。おお、爆発した。そして右に曲がります。よし、いけるか。おお、危ない、跳ね返った。でも大丈夫。あ、おお、後ろからすごい高速で近づいてきてるね。さあ、止められるかな君に。行くぜー。さあ、バックするぞー。行くぞ行くぞ行くぞ。バックだバックだバックだ。いけ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 。あらららー、破壊無理やり破壊ちゃう。あー、前からも来てたんだ、気づかなかったよさあ、ということで問題のところにやってきたぞ。これ絶対渡れないよね。行けんのか、どうなるんだ。普通に考えたらいけなさそうなんだけど。あー、無理だね、やっぱりこれはいけないまず渡れないんだけど、ゴールのとこまで。あれは無理だ。おー、後ろからどんどん来てるぞ。さあ、それじゃあバックしていきますか。行くぜーと、やっほー。ということでちょっとね、逃げ切るのはさすがに無理だったね。なんと11台も破壊してたみたいだね。次はこのロードローラー自体がぶっ壊れるのかという実験をね、やってみたいと思うぞ。じゃあまずはパトカーくん、君から先に行ってくれ、そしてこの実験場の下にはとんでもないものが待ち受けていますそれは行ってからのお楽しみですそれじゃあ出発ー、行くぜー。さあ、どうなるのかなー。ここで加速しまくって、ちょうど真ん中のとこに行って
よし、いけるかな、いくぜ、ドーン。めちゃくちゃ燃えた。ということで、熱々の包丁が待ち構えていました。普通の車だったら絶対壊れるんだけどね。さあ次はロードローラー、君の出番だ、どうなるのか。そして行くぜー。スピードが分かんないのがちょっと残念だけどね。かなりスピードが出てるはずだ。100キロ以上は出てるはずなんだよね。行くよー。さあ壊れるのか、ドーン。いい、おー壊れたー。おお、まあ、一応壊れるようにはなってるんだね。もっとバラバラにはならないんだ。めちゃくちゃ安全だね。なんか脱出装置みたいになってて。運転席だけ安全に飛んでいくぞ。ロードローラー完全に破壊することはできずじまいだね。めちゃくちゃ綺麗に貫通してるし。お次は、こちらのマップだ。この先には、とんでもない溶岩が待ち構えています。そこにまずはスーパーガンを入れてみよう。行くぜー。やっほー、燃えてる燃えてる。いやーこれ80ポイントまでいけたぞ。とんでもない溶岩だよね。さあそこにロードローラーくんを入れてみよう。ロードローラー出撃しまーす。マグマに勝つことはできるのか。おーすげー、いけてるいけてるいけてる。嘘だろー、余裕なんだけど溶けない。マジかよ。すげーすげーすげー、動いてるぞ。壊れてない、まだ動くんだ。さあどこまで行けるのか。おお、すげえぞ、最後まで行けるのか。これは最強すぎじゃない。とんでもねえぞ、マグマの中走ってる。うおー、マジかー、強い。こんな最強な車初めてだ。そして車内はこんな熱々状態になってるぞ。それでも動いてる。え、待って、これはすごい、信じられません。世界最強の車だ、間違いない。ここまで普通に自力で行けた車いないからね、今まで。なんてことだ。余裕でクリアできるんじゃない。よっしゃー、余裕すぎる。やばー、強っ。最終決戦をやってみたいと思います。めちゃくちゃビーム NG の中で硬いと言われてるこの APC 装甲車とこちらの戦車。これを破壊することはできるのか。やばいぞ、手法が向いてきてるぞ。ロードローラー突撃せよ。さあロードローラーはやることができるのか。おお、来てます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 。おーおー、すごいぞすごいぞすごいぞ。2人同時にするつもりか。どうするんだこれ、動かなくなってる。さあまずは戦車から破壊することにしたみたいなんですけど、お、乗り上げられないこれ。おお、乗り上げるのがむずいみたい。マジか。さあ次は APC 走行車。おお、どうなる。おお、なんとか乗り上げたんだけど、うお、硬いね APC。 お、すげえぞ、めちゃくちゃ硬い。なんだこれ、うお、動かない。嘘だろ、めちゃくちゃ強いな。もう一回再挑戦してみるか、いけるのかこれ。おら、いけい、いけい。うお、嘘だろ、タイヤが取れてないし。最強すぎるな。やっぱめちゃくちゃ買ってんだ APC 走行車は。すげえ。そしてそのまま戦車も乗り上げているんだけど、戦車の場合はどうなるのか。ベイー、おー、戦車が挟まってしまった。おー、それでも結構壊したぞ。あ、落ちちゃった。すげえ、 APC 走行車よりは破壊できたんじゃないかな。やったぜー。あー、どこまで飛んでんの、嘘だろ、めちゃくちゃ飛んでいくんだけど。こんだけ飛んだのに全然ダメージ食らってないわけではないね。ダメージはちょっと食らってるね。それでもほとんど致命傷にはなってないからね。ということで今回は世界一巨大なロードローラーで遊んでみました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではさよなら、バイバーイ。